イドゼロのこと、今では学園中で話題みたい。生徒会に立ち向かうチームがあるって。私のクラスでも話題に。その私は聞いていただけですけど。だんだん私たちのことが学園中に知れ渡ってきたみたいですね。今後風当たりは強くなる一方だろうけど、それがきっとチャンスにつながると思います。他にも賛同する人が出てきてくれるかも。私はそう思う。だって今の生徒会の考えは間違っているもの。はっ、随分と前向きじゃねえか、この反逆野郎どもが。森田君、私たちに何か用なの？何言ってやがる。俺らガンプラビルダーが出会ったなら、やることなんて一つに決まってるだろうが。あの先輩、私たちに負けておいてまだ勝負するつもりですか？おい2年、後輩のくせにその口の聞き方は何だ。ユイとそこの転入生がいなきゃ声も上げられなかった小物の分際でよ。それは挑発に乗っちゃダメよ、伊織ちゃん。私たちはあなたのように人から奪ったパーツを自慢するような人とはバトルできないわ。言うじゃねえか。けどな、お前らは俺とバトルしなくちゃならねえ。なぜなら俺はこのバトルに今までぶんどってきたパーツを一つ残らずかけるからだ。逃げはしねえよな。なんせお前らは生徒会の横暴に立ち向かう正義のサイドゼロ様だもんな。本当にみんなから奪ったパーツを全部返してくれるんですね。約束してやるよ。ただしお前らが負けたらその時点でサイドゼロは解散しろ。そんな応募。どうだ、嫌なら別に尻尾巻いて逃げ帰ってもいいぜ。だがその時はお前らはただの口だけ集団だと証明することになるわけだ。森田君、あなたは。いい返事だ転入生。今度こそ俺の本当の実力を見せてやるぜ。さあ、三度勃発したレジスタンスチームサイドゼロと森田翔吾のラプラスの盾との因縁のバトル。今回も私、放送部の釈野凛子が臨場感たっぷりにお伝えしていきます。それではガンプラバトル、レディーゴサイドに言わせてやる。さあバトル開始です。実況は私、釈野凛子が務めさせていただきます。希望の死は消さない。ミカグラ9出撃します。第三勢力出現しました。両チームここからどう動くのか注目していきましょう。やっけろ、おっしゃ、ボコボコにしてパーツ奪ってやんよ。プレイヤー4撃破されました。怯えなさい、つくみなさい、ガンプラ
ターの性能を生かせぬまま消えていきなさい。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。プレイヤー6撃破されました。撃破されました。ターゲット確認。これで破壊し
撃破されました。逃げんな。ギリギリポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。あ、クエスト失敗。クエストなんていちいちちゃんと聞いてねえよ。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。やべえ、クエスト忘れてた。次クリアすりゃいいんだよ。次、私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。おびえなさい、死になさい。ガンプラの性能を生かせぬまま消えていきなさい。面白い、ガチでやり合おうぜ。やりましたね、チームレッド。これは大きなポイントです。クエスト失敗ですって。次に行くわよ。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。さすがっす。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。負けた。俺の全力が、俺のとっておきの期待が。森田先輩、あなたは他人のパーツに頼りすぎたんです。バトルもせずに他人から奪った、それのどこがあなたの期待なんですか。ちそうかよ、そりゃそうだ。
ああ、約束は守るさ。完全に俺の負けだからな。こいつが今まで奪ったパーツと俺のお気に入りのパーツだ。持ってけ。なんだと？森田君、それはあなた自身の手で元の持ち主に返すべきよ。それに私たちはパーツが欲しかったわけじゃないです。ひどいことするのをやめて欲しかっただけ。楽しくガンプラバトルがしたいだけ。そうかよ。ち、仕方ねえ。もう二度と人からパーツを奪ったりしねえよ。勝者はお前らだ。だから今はお前らが正しいんだろうよ。だがあんまり調子に乗るんじゃねえぞ。上には上がいる。生徒会の奴らは俺よりもはるかに強えんだからな。私たちは負けないわ。きっとこの学園を変えてみせる。せいぜい期待しててやるよ。そして覚えてやがれ。次は負けねえからな。何よ今の。いおりちゃん、勝ったから正しい、勝者には従う。何よそれ。強い人が勝った人だけが正義なんて、そんなの絶対に間違ってるんだから。この調子で生徒会のメンバーを倒していきましょう。そうだね。このチームならきっとできるよ。はい、私も微力ながらお手伝いを。さあ行きましょう。絶対この学園の自由を取り戻さなくっちゃ。なるほど、あれがこれは面白いことになりそうだ。